はい、本日は加藤慎一投手、こちらの映像は南海ホークス時代のものでございます。加藤投手はですね、南海、オリックス、近鉄とね、在阪のね、3球団すべてに所属されたピッチャーで、他にもですね、まあ、南海からね、そのままの身売りという形で大英ホークス、そしてね、広島東洋カープでもね、活躍されてね、39歳までね、プレーを続けたピッチャーなわけでございます。こちらの映像はまだね、初々しいプロ入り1年目の映像でございますが、この1年目からね、加藤投手は活躍をするわけでございます。ドラフト1位でね、南海ホークス入ったわけですが、そのね、高校時代からをね、振り返っていきたいと思います。加藤投手は鳥取県倉吉市出身、高校はこちら倉吉北高校でございます。なんかね、倉吉北高校というとね、野球留学でね、他県からね、来るイメージが強いのですがね、加藤投手はね、地元の子だったわけですね。ただですね、この倉吉北高校時代はですね、不祥事というのが多くてですね、いろいろと、まあ、話せばあるんで、ちょっとここはそこはちょっと割愛しますがね、もうね、ほとんどと言っていいほどね、試合にね、投げていないんですよ。そしてね、1試合だけですかね、公式戦登板、その時にね、こう目に留まったらしいんですね。その時は相手のね、鳥取城北高校のピッチャーをね、スカウトの方は見に来ていてね、そこでね、加藤のピッチングが目に留まったというお話なんですよね。そして運命のドラフト会議、加藤投手は創価高校小野投手の外れ1位で南海ホークスに指名されたわけでございます。この年はですね、高卒投手がね、ピッチャーがですね、6人もね、1位で指名された年なんですね。まあね、他の選手というのはね、甲子園で活躍したね、水野とかね、結構ね、有名な選手がいるのの中でね、その中で無名な存在だったわけですが、加藤慎一投手はね、そのね、ポテンシャルの高さを評価されて1位指名となったわけでございます。そしてこちらが入団発表の様子、背番号は17番ですね。先ほどですね、ポテンシャルのね、高さのね、評価も言う話もしたんで、もちろんそれはね、あるわけですが、当時のね、ドラフト会議の時、会議の前ぐらいですかね、スカウトの方がね、トイレの個室で用を足してるとね、まあ、他球団のスカウトの、ね、人の、ね、話が聞こえてきたらしいんですよ。そしたらね、倉吉北の加藤どうすんやっていう感じでね、なんか外れ1位とかね、2位とかいう話でね、こう聞いちゃったわけなんですよね。南海はね、3位ぐらいで指名する予定だったわけでね、それを聞いてからね、やはりね、こうちょっと無視できないということでね、小野投手をね、外してから外れ1位で指名したというお話もね、あるみたいらしいんですよ。そしてね、こちら入団1年目のピッチングでございますね、が、もうね、4月半ばにね、一軍昇格を果たして、5月5日にはね、初勝利を挙げ、まあね、リリーフとかね、まあ、先発もね、まあ、ローテーションの谷間なんかにはやってですね、なんと33試合に登板しましてね、75イニング投げて5勝4敗4セーブとね、新人選手として、まあ、高卒新人としてはね、立派な、ね、成績をね、残したわけですね。こちらはジュニアオールスターゲームでのね、様子ですが、こちらの、ね、池山選手もですね、この年のドラフト2位ということでね、加藤投手とはね、同期になるわけなんですね。この年のね、同期のね、ドラフトのね、されたあのピッチャーというのはね、結構ね、いい選手が多かったわけなんですがね、まあ同期でね、ドラフト1位で6人ね、投手が指名されたというお話をしましたが、この、ね、加藤のね、成績が一番いいんですよね。次にいいのが、あの近鉄の小野でね、24試合に登板、2勝3敗1セーブ、西武渡辺久信が15試合に登板して1勝1敗とね、そしてね、巨人水野に至っては7試合に登板でね、勝ち負けなしといった具合だったわけでございますね。そして1位ではないんですけどね、3位でね、日本ハムに入りました角投手がですね、18試合に登板、4勝8敗とね、こちらもね、高卒ルーキーとしてはね、素晴らしい成績を残したわけでございます。現在の映像はですね、ジュニアオールスターの様子ですかね、翌年のね、2年目にはね、活躍いたしましてですね、先ほどのね、角、渡辺久信とね、共にね、加藤は3人揃って19歳トリオということでね、本番のね、オールスターにもね、出場したわけなんですね。その2年目なんですがね、先発で主に起用されまして、34試合に登板、9勝11敗1セーブのね、成績を上げたわけですね。あと少しでね、2桁勝利だったわけでございますがね、そこはね、惜しくもならなかったわけです。そしてね、3年目、4年目、5年目とね、大体ね、先発で起用が多かったわけですがね、3勝、4勝、8勝とね、まあね、ちょっとね、殻を破れないね、感じのね、年がね、続いていったわけなんですね。特に2年目はですね、なんていうんですかね、球団とね、お約束があったらしくて、なんか2年目までにね、2桁勝利を挙げたらね、ボーナスでね、500万円もらえるということでね、まあ前半戦だけでね、8勝したということでね、これはいただいたでっていうことでね、なんかね、車ですかね、ソーラをね、購入したらしいんですけれどもね、まあその後がね、悪いっていうかね、やはりね、1年目からね、こう投げていた影響というのもあってですね、
こうやっぱりね、まだ体ができてなかったというのもあるんでしょうかね。まあ、高校時代もね、あんまり投げてないですからね、まあ、肘をね、痛めてね、後半ね、勝つことができなかったらしいんですよね。それでね、まあ、9勝止まりに終わったわけらしいんですよね。やはりね、その辺ね、まあ、肘がね、悪かったからね、その後もね、ちょっとね、勝ちかね、伸び悩んだかなっていうのもね、あるんじゃないですかね。そしてですね、迎えたプロリー6年目、チーム名はね、福岡ダイエーホークスに変わったわけでございますがね、この年はね、なんと26試合に登板、12勝8敗、1セーブの成績、初の2桁勝利を挙げたわけですね。この成績がですね、まあ、加藤投手にとってね、キャリアハイ、まあ、唯一のね、2桁勝利となったわけでございます。まあね、肘のね、状態も良くなったということもあるのかもしれませんがね、やはりね、大栄になってからね、体育が良くなったんじゃないですかね。というのもですね、南海時代はですね、まあ、合宿所のね、昼食はね、まあ、インスタントラーメンということでね、なんでプロ野球選手がインスタントラーメンやねんってツッコミをね、入れたくはなりますが、まあ、野菜とかちょっと入ってたらしいんですけど、なんとね、卵があるじゃないですか、卵を別売りで50円取っていたそうらしいんですよ。そして、ね、ジュースなんか飲んだらね、こう、ノートにですね、正しいっていう字ですか、性能字あるじゃないですか、それをね、こう書いていってね、まあ、飲んだ分だけね、給料から天引きされるというね、すごいね、お話なんですよね。まあ、それね、ダイエーになってからね、かなりね、待遇はね、良くなったんじゃないかなと思うんですよね。ダイエーでもね、エースとしてね、活躍を期待されたわけですがね、その後はですね、今度はね、92年に肩の手術をしたわけですね。そしてね、こちらの映像ですね、94年にね、この復活の勝利をね、挙げる時の様子なわけですね。しかしながらね、翌95年はですね、1軍にはね、お呼びがかからないわけですよね。こうやってね、2軍ではね、投げてるわけなんですけれどもね、まあ、若返りということもあったわけでもね、まだこの時30歳なんですよね。そしてですね、テストを受けてね、広島東洋カープへね、入団したわけでございます。そして広島ではね、貴重な先発としてね、こちらのね、4月17日にね、カープ移籍後初勝利を挙げるとですね、その年はね、6年ぶりに規定投球回数にも達してね、9勝を挙げ、カムバック賞を獲得したわけでございます。そしてね、広島のね、3年目、98年もね、8勝6敗、規定投球回数を達してね、防御率は 2.99 となるもね、こちらもね、若返りということでね、なんですかね、またね、戦力外になっちゃうんですよね。まあ、成績はね、悪くてね、解雇されたわけではないね。まだまだ34歳、オリックスに入ってもね、活躍をするわけですね。そしてオリックス移籍3年目にはですね、なんと11勝とね、2桁勝利をね、挙げたわけなんですよね。そしてそのオフになんと FA 権を行使したわけでございます。近鉄ね、入団したわけでね、これでね、南海、オリックス、近鉄とね、在阪3球団全てに所属したわけでございますね。まあ年齢的なこともあったんですかね。まあね、近鉄ではね、なかなか活躍することができず、2004年にね、引退するということになったわけでございます。通算成績はですね、350試合で92勝、106敗、12セーブ、防御率 4.21 の成績でございます。本日は加藤慎一投手でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。では。